TS 狙い撃ち。皆さんもね、あれここで終わるんかと、TS、うん、そんなわけありません、ありえません、他の狙い撃ちもしますから、はい、ということで今回は大輝が糸井選手を狙って狙い撃ち60連回していきます。いやマジでここで欲しい、ガチで欲しい、はい、糸井選手はね、うん、もうモサでも使うような選手なんで、ね、あのオリックスの糸井選手は、うん、そうだね、まあ、ここ獲得したらだいぶでかいと思う。まあちょっとねここでね60連じゃ諦めきれないかもしれない、当たんなかったら。まあそうだね、だからそこはおいおいって感じになってくる。とりあえずは60連回すのは決定します、うん、一応確率の方なんだけど S が出た場合、うん、30% で実チーム TS 選手。そうだから TS は確定してるの。いや TS 確定してない、ノーマルの S も出ます。ただ違うチームの TS は出ません。なるほど、だから S が確定したらノーマルの S か、まあ、いわゆる大逆やったら実チームのオリックスの糸井さんのどっちか。なるほど、ね、ただその糸井さんが出る確率が 30%。 なるほど、ノーマルが 70%。 でもとりあえずもう S の確定エース出さないと意味ないってことだよね。まあマジでそこだね。そうだね、うん、って感じですね。 OK、 はい、ということで運命の60連早速参りましょう。いきます、レッツゴー。やっぱね、そう、まあまあもちろんね糸井選手ももちろんいいんだけど、うん、もしね早めに糸井選手が当たった場合、まああるからね可能性は。そう、前回俺さ正義に回してもらって井口さん当たってるのよ。あ、そうだよ、お前井口さん言ってんだ。そう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 、だから、はい、井口さんも欲しかったんだけど井口さんはもう OK、 もうこの方ですよ。まあ笠原さんはマジで必須というか、まあみんなが取り行く選手だから。そうだから、あの巨人重戦作ってた時も、まあ、うん、巨人重戦作りながらもやっぱ12球団も作ってたから、うん、もう小笠原選手、はい、絶対入ってきます。あとはそうだな、まあちょっと俺もね能力ちょこちょこ見てたんだけど、うん、浅尾さんやっぱ強いね。まあそうだね、浅尾さんは本当に今だったらね、うん、ダルさんの大会とかでリアル起動とかっていうのもまた出てきたから、今後またそういうリアル起動限定のね大会とかもある可能性があるんで、うん、ここは持っといた方がいいのかなとは思うね。そうです、その、うん、YouTube とかでさ、やっぱ他の人の実況者の動画見てて、うん、浅尾さん使ってる動画見てたんだけど、うん、パワーがやっぱ強いね。だからぜひ浅尾さん当たっても全然悪くないかな、狙いに行ってもいいかな、早めに当たったらね、うん、いいかなって感じかな、はい、あとまあその伊藤さんが当たんなくても普通のノーマル枠で、まあオリックスはね、オリックスが欲しいなって感じですね。だから実力確定ではどっちにしてもラッキーだ。うん、とりあえず S ランク確定お願いします。はい、ということで10連目いきます。行こう狙い撃ち。なんかあんまり狙い撃ちバンバン出しているイメージがないんで。そう、正義だけ出してる。だからマジで出してほしい。そう、正義めちゃくちゃ出す。レッツゴーレッツゴーレッツゴー、しょっぱらこい、しょっぱらこい。うわーくっそ、まあもうおなじみでございますよ。そうそう、しょうがないんだよねこればかりはね10年目から来いよ。でも俺エース多いと結構エース出るイメージがあるんだよね。まあエース多いのか、そう、うん、こっちエース一番欲しい、マジ欲しい、マジ欲しい、マジ欲しい。まあまあしょうがない、しょうがない。だからここはもう切り替えて A 回収ですよ、うん、オリックスの A。まあ、糸井さんは集めやすいんでね、うん、いやまだ現役なんで。そう、阪神の糸井さんでもいいよ。うわぁ、爆死かぁ。いきます、10連目。はい、はい、おぉ、大山さん、大山さん全然いい、悪くない。はい、ということで、じゃあ20連目パッパ引いていきます。はい、これ見て、飛ばないから。お、飛ぶわ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 。え、これ飛ぶの嘘でしょ。まあまあまあまだまだまだ前半です。まだ3分の1。狙い撃ちなの。おお、尻に。あ、そう、尻に。もう、そう、そうあのガチャ回してる今のタイミングから今、うん、前回もう尻になってますんで。そうだ。はい。ハルキさん。かっこいいな、このハルキさん。綺麗な。これ S 欲しいわ、出たら。うん。おお。いいね、いいよ、いいよ。A は大事。A は。も出るのか。まだそうだね。うん、完全移行ではないから。そっかそっか。はいはいはい。30代目。しょぼすぎる。これこそ止まないよ、これこそ止まないよ、これこそ止まないよ。マジありえねえわ。今いらねえし、もうやだ、ガチャ引きたくない。まあ半分終わりましたと。もうしょうがない、前に出るしかない。引くわけにはいかないから、どっちにしろ。そう、一緒、トーナメントで一緒。いきます、250連。いや、笑うか。いや、打たなくてもいい、笑って。とりあえず笑うことないじゃん。ガチで笑って、糸井さん出れば俺も勝ちだから。おー、オッケーオッケー、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 オッケー。はい、10連目。おお。まあまあ、A、オッケー、A、オッケー。フラグだ。A、オッケー。フラグだ。じゃあ50連目。じゃあここでちょっとね、まあ、糸井さん一体で待たれば勝ちだから。勝ちだから。まあ、次は今のとこ1回も出たからね。え、出てないし。演出もさっきと3列ぐらい全部一緒。もうそうだね。ノージル来い、さすがに来い、さすがこれが来い。え、俺これ200連回せるって。
小山さんが俺に200は飛びすぎだ。どうしてもリードさん欲しいよ、マジで。うわ、マジで。おぉ、いいけど、オリックスいいけどさ、これ多分ここで S やったら俺マジ回すわ、さすがに。いや S なしはやばいでしょ。ちょっとやばいよ、これは。ちょっととりあえず60円いきますね。はい、これ伊藤さん当たってくれれば終わるから動画。レッツゴーレッツゴー、こい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 。マジでキマい。もうなんかガチでキマい、普通に期待してても出ないんだろうなっていうのは分かってるけど、マジでありえない。やっぱ見ちゃうんだよ。終わりました、リモさん。ええわ、ええねんって。追加投資でございます、これ。完全に。ちょ、待てよ。え？もうちょっと、これでエースの方は追加投資します。はい、いきます。はい。はい、ということで、はい、追加しまして40連分追加しました。40連分追加無理でしょ。まあマックス100連ということでね、ちょ気を取り直して、はい、40連いきましょう。結局100連かよ。俺な、マジや、俺マジで確定数来る気しない。ああ、とりあえず、とりあえず、え、マジや、俺この状況何マジで。マジやばい。もう糸井さんの A しか回収してねえじゃん俺。はい、80連目スキーは出てるんだよな。80連目はいはいはい、欲しいなこれ。さっきからずーっと同じ演出、うん、あの多分マジであのリボンがこの立場だったらぶち切れてる。まあまあまあ、でも俺もう悟り開いてますから。え、さ、今までなかったよリボンこんな。100連で出ないのもなかったんじゃない。止まねえし、やばくねこれ。えヤクルトめっちゃ当たんだけど、しかもさっきも S が出ないという事件。え、今マジやばくない。え、ただ回してるだけ俺今。ただもう素材でしょ。素材です、素材集めでしょ。あと20連しかないんだけど。え、ガチキモ。え、大丈夫このガチャ。ちょっとこれ終わるとさすがに、さすがにな。あ、 S 欲しい。怖いよねえ、怖いよ。マジでやばい、恐ろしいよ。もう何を入れても嬉しくないよ。何も嬉しくない全然。やだマジで、もうどうしよう。え、ガチ俺も低く許せたのにやばい。100連ラスト S0、 100連で S0 です。え、俺3万円無駄にしたのよ。だってさ、大輝はもう別に糸井さん、まあ糸井さん欲しい、糸井さん欲しいけど、うん、別に糸井さんじゃなくてもオリックスの人だったら嬉しいのよ、基本的には。そうだ、それさえも出ない。むしろ S で嬉しいもん。まあそうだね、 TS でないし闇っていう。まあまあ狙い撃ち系は基本闇よ。じゃあということで100連目ラストです、これは。はい、もうどうしてもラストです、これは。はい、まあドラマ見せますよ、僕が。怖い、なんか見てんのも嫌なってきたな、怖すぎて。一個一個もう演出が進むたびも嫌になってくるじゃない。さすがに出ろ。やだマジで、俺プロスピ引退するわ。マジで。あ、もうさ、しょうがないんだけどね、ガチャだから。マジでやろ。俺なんかコナミさんに悪いことしましたよ。もうラストです。とりあえず今回はね、まあ S が出ずという、まあちょっと皆さんには申し訳ないけど、え、でも初じゃない動画で S 出なかったの。なんか適当な、なんかすごいわけわかんないガチャではあったかもしれないけど、こういうスペシャルガチャではないね、多分 S なしという結果で終わってしまいましたが、まだまだわかんないからね、10連目来るかもしれない。まあそうだね。まああとはね、大輝は今後、まあ、糸井選手を狙ってもしかしたらまた回すかもしれないのでね、そこは大輝次第なんで、この動画大輝かわいそうだなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価、そして通知登録もお忘れなく。はい、それでは大輝さんお願いします。いきますよ。